海外酒は日本で飲めるんですかっていう質問が今あった。海外酒、YK3 さんのお酒とかは、ちょっと個人輸入みたいな感じで、出してる。あ、個人輸入で、ちょこっと、うん、そうですね、店舗で、あるお店、扱ってる飲食店とかにもあったりするし。そう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 。ちょこっとある。ね、なんかだから、こう、ブルックリンクラのお酒とか使ってるところとかもあったりとかはするけど、でもやっぱり、こう、今、発展途上にやっぱり皆さんあるので、こう、むしろアメリカが広すぎて、アメリカの国内での流通でさえまだ不十分みたいな状態なので、ちょっと国外への輸出っていう風になると、ちょっとまだ時間のかかることなのかな。それよりもなんか目の前のローカルの人たちをこう、喜ばせて、で、どうやって、なんか、利益出しながらビジネスを成長させていくかっていうところをもうちょっと考えてるのかなっていう感じはします。で、まあ、連鎖系、さっきのアーティストのお兄さんのやってるところとかも、もうミシュラン店に多分3、4店ぐらい扱ってたりとかしてて、飲んでみたい。で、あと、超極秘の話。うん、超極秘の話は、ぐらいには、まあ、海外のお酒は、クオリティが成長してるよということで、というわけで、私の結論は、まあ、今、風当たりが、なんか、ツイッターなどで若干強くなる日もある、日もある、基本的には興味を持たれていない海外酒なんですけれども、応援してほしいなと思っておりまして、まあ、彼らは、日本酒を飲んだことがない人たちに、何これよくわかんないって思いながら飲ませて、あ、これ美味しいんで、これって酒って言うんだよっていうところから、うん、じゃあこんなに美味しいんだったら、じゃあちょっと違うお酒も、日本からインポートされたお酒も飲んでみようかなっていうので、本当まさにゼロ配送を開拓するプロなんですよ。うん、そのセコイアとか、ブルックリンクラブに、こう、なビジネスのサイトとかもあったりとかするし、しかも彼らはすごいいろんなイベントを開いて、現地の人をエデュケーション、して、うん、で、なので、もう、全くなんかこう、なんか日本への脅威になるんじゃないか、そんな海外酒ができたら、日本酒売れなくなっちゃうんじゃないのかみたいなこと言われるんですけど、もう私は絶対にそこにあるのはいい関係性しかないと思っているので、もう、みんなで応援してくれ、興味を持ってくれっていうのが、今日の私のアピールです。はい。じゃあでー飲みたい飲みたい飲めあすごい飲みたくなった海外のお酒飲みたいね飲みたい飲みたい、飲みたい、うん、コロンビアのポーズ、はい、知ってる人しか知らない飲みたいね飲みたいね飲みたい飲みたいファンクラブはなんかどういう形態で運営しててどれぐらいのファンの人がいらっしゃるんですか。あ、そうですね、まあ、ファンクラブって言っちゃったんですけど、正確に言うと酒クラブメンバーっていう風にメンバーシップみたいなのを作っていて、でちょっと人数に関しては分からないんですけど、年会費を取ってます。で年会費取って、で年に2回メンバーの人にしかもらえな、しかもらえない中取りとか、なんか限定酒もこの少数限定のお酒とかをまあ出したりとか、あとそのこの間のその私がちょっと今言ったテイスティングのイベントとかもなんですけど、クラブメンバー限定のイベントとかを開いて、それに優先的にお招きしたりとか、うん、なんかまあそういうことをしてる。で、あとテイスティングルームが週に1回開放してるんですけど、メンバーシップの人だとテイスティング 4セット、いや1セット3、うんテイスティングできるんですけど、3種類テイスティングできるんですけど、4セットまでは無料で、12種類飲めるんだ、そう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 、12種類だから、なんかこう友達4人連れてきてみんなで1セットずつ飲むとか、なんかそういうこともできるし、で、あとこういい お酒お土産で買うお酒もメンバー割引してもらえるみたいな。お、まさとしさんが知ってるところで海外酒飲めるお店の URL 書きましょうかというふうに、ぜひぜひ。そう。年会費いくらぐらいなんですか？年会費どれくらいだったかな、ちょっと調べますね。メンバーシップは、ローカルピックアップとシッピングって言って、その限定酒を、蔵に取りに行くか、シッピングしてもらうかのセットがあって、
あの取りに行くんだったら180ドルで、うんうん、シッピング希望だったら210ドルっていう感じですね、うんうん、だからまあ2万円前後2万ぐらいか、でもそんだけ年会費2万払ってるって日本人いないじゃん、うんうん、日本酒の蔵に対して、うんうん、だから温度感で言ったら、うん、あのまあ好きって言っててお酒買ってる人いると思うけど、うん、お酒を飲む、うん、まあ例えば酒ハンドレッドのイベントに年会費いくら払いますみたいな層がアメリカにはいるってことじゃん。やっぱそれって本当すごい、ね、すごいと思う、すごいと思う。いや本当こっちだからやっぱりあの普通のケンビシとか40ドルとかするし、で、うん、高いなぁ。高そうだよ、これ40ドルだよ。この前声優で1000円で買ったよ、声優で。本当にそうなんだよ、もう羨ましくて仕方がないよ。なんかみんなの あの日本酒の投稿を見てるたびに私はずっとあのわら人形に釘を打ちつけてる。ホラーじゃん。意外と日本風な。ホラーじゃん。そこはちゃんと和風で。やばいやばい、怖いよ。まあでも、だんだん慣れてくるから。なんかだから、この間あの若瀬で2本お酒買って、で、私はなんか6、7000円するかなって思ってたら、なんかちょっと安かったの。ね。お、安いですねって言ったら、若瀬のあの、サトポンに、いや、この値段で安いっていう人いないですって言われて。確かに、若瀬って、あの、日本酒の中では割と高価格帯というか、まあ、でもそれはもうしょうがない、ね、うん。そうそうそう。だから、それ、確かに若瀬のお酒を安いって言って買う人はいないと思う。うん、なんかだから、でもあの、こう、ひねもすとかもそうだけど、やっぱりこう、新しい日本酒みたいな感じのところ。ね、そう、めちゃけのやつはなんか3000円とか、2、3000円とかするから。もっと取れ、もっと取れって思う。もっと値上げしていいと思う。ケンビシ、ケンビシ4000円だぞって。やっぱ、労力と価値に見合った、なんかコスパじゃなくて、やっぱりその価値、付加価値つけてるお酒はやっぱ値段もらっていいと思う、うん、あとなんか世界にそれだけの金額を払ってくれる人がいるっていうのはそれはあの別に比較対象が日本酒なわけじゃなくて、うん、ワインとか他の飲み物とかと比べて、ね、あ、うん、これぐらいのお金払っていいやっていうふうに思われてるってことだからそれは別にいいのかな、本当にいいと思う、うん、ね、うん、思います。あの質問なんですけど、はい、すいません、はいはい、あのゼロ配送の、あの、なんていうのかな、ハードルがアメリカの方が低いように思うんですね、うん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 、日本の方の例えばお若い方でゼロ配送飲んだことない方で日本酒をじゃあ飲もうかっていう風になったら、うん、あんまりそこに行かないと思うんですけど、うん、そのアメリカなんてとりわけその日本酒って文化じゃないじゃないですか、うん、あのビール文化であったりとか、まあ、あるいはワインとか飲むのかな、分かんないですけど、うんうんうん、からするとどうしてそんなにその日本酒に興味を皆さんがお持ちになるのかっていうのが分からないなと思って、どうしてなんですか。そうですね、その分これ真面目に語るな。なんかリンちゃんちょっと笑ってるなって思って見てたんだけど、思ったんですよ、思ったんだけど、ちょっとリンちゃん笑ってる、思ったんだけど一応ここはさ思ったんだよ、ごめんなさいね、はい、ネガティブなイメージの有無じゃなく、まあでもそれも多分あると思うけど、やっぱそれが強いんですかね、最初にやっぱりなんか日本人は悪いイメージがあって、うんうん、それでちょっとうーんっていう感じなんですかね、多分ちょっとアメリカの方はないのかな、わかんないです、まあ、でも地域差があるとは思います。なんかあの私の今住んでるところはサンフランシスコって言ったらナパバレーがすごい近いんですよ。でなのであの、あの下の声とワインドリンカーが結構いて、であのまあそういう人たちが結構やっぱりあのこっち、うん、食に対するあの探求心みたいなのが旺盛で、なんかこう、まあ、であの私が働いていたトゥルーサケットっていうあのなんかアメリカで初めての日本酒専門店とかのそこが結構こう教育みたいなあのお客さんのを育てるっていうことをしてきたおかげ でなんかすごくコアなファンが育っているなっていうふうには、まあ、思うんですけど、でもやっぱりこう全体を見るとそんなに認知度っていうものはなくって、で、まあ、まさにおっしゃる通りそういうあのニューヨークとかサンフランシスコとかに関しては本当フェイスレスさんがおっしゃったみたいにあんまりこうネガティブなイメージも、まあ、ないからっていうのあるかもしれないですけど、でもこっちも正直あの熱燗でシリ酒あの熱燗のなんかすごい悪酔いした、うん、あの悪いお酒を飲んでっていうので苦手な人とかも結構いたりとかは
そう、いらっしゃるはいらっしゃるんですね。するんですよね。でもなんかやっぱり美味しいお酒を飲んだときに、なんか、うん、だからちょっと私もまだそこはか、うん、あの分析しなきゃいけないところかもしれないなっていうふうに思うんですけど、うん、でもこっちの人って例えば友達と一緒に飲んでたりとかしても、私こっちの方が好きって言っても、いや私はこっちの方が好きだよっていう、なんかこう違う好き嫌いを言い合えるんですよ。だからそういう文化的な、はい、自分がこれは嫌だって思ってても、うん、それを結構変えられる人が多いっていうのはありますね。でもなんかこの間、自分がいいって思ったものはいいって言える文化か、うん、そうじゃないかっていうのはやっぱ多い、うんね、そうそうだと、だからなんかもう絶対にこうだ、日本の人だと、まあでもそんなにそうじゃない人も、うんうん、いる一人がね、一人が日本酒美味しくないって言ったら、じゃあ日本酒飲むのやめようかってなっちゃうこと多いです、うんうん、そうそう、なんか違う方がいいっていう風に思う感じの性質みたいなのあるかもしれない。でもこの間のアリゾナ酒の、あの桜井さんが言ってたのは、多分俺のお酒はあの日本酒として日本酒だって思われてないっていう風に言ってました。だからアリゾナって全然日本酒が流行ってる地域ではないので、だからなんか美味しい飲み物って思われて飲まれてるっていう風に言ってたので、まあ地方の方とかになってくるとそれぐらいの意識の違いがあるかなっていうふうには、うん、ああなるほどね、うん、そう思います。あとごめんなさい、もう一つなんですけど、はい、真面目か、先ほど、いやごめんね、どうかなと思うんですよ、私もね、どうかなと思うんですけど、木村さんがあの、はい、エデュケーションっていうお言葉を使われてらっしゃると思うんですけど、うんうんうん、やっぱりそういうのはアメリカの方では積極的にやられる文化っていうか、そういうもんなんですかね。そうですね、まあっていうか、なんて言ったらいいのかな、なんかこう、あ多分さっくり言うと、日本の人が無意識に共有しているものをアメリカの人は共有してないんですよ。例えば日本酒ってお米からできてるよねって私たち知ってるけど、あのアメリカの人って日本酒がお米でできてることをさえ知らなかったりとかもしますし、 あと日本人にとってお米ってすごいなっていうふうに私は 思っていて、なんかお米って捨てちゃい最後の一粒までちゃんと食べていけないとか、神様住んでる、神様住んでるみたいな、なんかあのこう私たちの魂にすごくお米が染み付いているし、お酒飲んだ時もうん、お米の味がする本当かみたいなこととかを、やっぱり炊きたてのお米の香りだみたいなことを思いますけど、うん、アメリカの人ってこう私たちが炊きたてのお米の香りだってものを、あなんかキャンディーの味がするねとか言うんですよ。であ甘い、そうキャンディーとかのなんか、うん、なんだろうな、なんて言ったらいいのかな、グレープとかハニーのような味がするねとか、なんかもうだから、もう味覚の根本がやっぱり違うんですよ。なんかそれは別に優劣じゃなくて違うって言って、それと同じことがこう知識面とかでもあって、で、なんかそこの、まあそういうのもあって、こう、エデュケーションはそうなんですけど、例えばこれはこういうふうに作られててねって、私は日本でこういうことが日本でこういうふうに作られてたものなんだよとか、あと純米とかがあってねとか、大吟醸とかがあってね、吟醸とかがあってねとかっていうのも、本当になんか何も共有していないところからやっぱり始まってやっていかないと、そうしないと本当なんか飲み手が育っていかない、飲み手が育っていかないって言ったらおかしいんですけど、そうですね、ちょっといやすごい素晴らしいなと思ってて、あの日本の酒屋さんっていうのはそういうことをやられてるところがあんまり少ないようにお見受けしてるので、お見受けしてるのでいやいや、なんとなくですよ、あれですけど、はい、あのやっぱりそういうところが若い方にとっては入りづらいとか、そのなかなかゼロ杯から一杯にいかないっていう風になってるのかなっていうのが思ったので、ちょっとお伺いしたんですけど、そうですね、知らない前提だからこそのなんかやりやすさみたいなのはもしかしたらあるかもしれない。それはわかるね、ですね、そうかもしれません。ありがとうございます。ありがとうございます。よかった、あの興味を持ってもらえてよかったです。海外のお酒すごい飲みたくなった。いい飲め。